おはようございます。我がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っと、オリンピックが終わってですね、今、えー、高校野球ですね、次はこう、次のイベントとスポーツのイベントとして高校野球がこう、始まっていて、えー、僕は滋賀県なんで、滋賀県の近江校を応援するという形ですけども、えー、今、 やってるんからまあ近江高校頑張れという気持ちではあるんですけども、えー、まあ、えー、オリンピックすごく盛り上がってこう盛り上がってというかこう見ていてねこう僕なんか空手、えー、をこう道場にこう通ってますんでですね、えー、そこまででもむちゃくちゃしっかり注目して見てたっていうわけではないですけども、えーまあ、肩ですね。 方でこう、まあ、た清水選手です、ねえー、清水清選手のこう迫力のある、ねえー、こう女性の方であったりあと喜友名選手の、ねえー、まあこちらもこう迫力のある方で喜友名選手は金、えー、清水選手は 銀ということでこう、まあ、素晴らしい成績をこう残されたなというふうにこう思いましたけどもね。で、えー、空手っていうのはその例えば細身であればこうスピードがこうある形になる。で、えー、ちょっと太めというかねちょっとこうどっしりしてるとこう重厚感があってこう重い感じであってそれでこう、えー、か空手には一応こう。 大まかに分けると四大流派といって四つの流派に分かれていてでその最初がこうからこう流にこう分かれたのかなで5はその、えー、重めというかね重5感のある人の方がこう合ってる、えー、流派であって。 竜っていうのはちょっと細身でこうスピードがある人にこう合ってる流派であってで清水選手はこう竜頭流か死闘界かちょっと分かんないですけれどもそっち側の方なのでちょうどこう細身なんでこうそのスピードがある形でこうすごく合ってる、え。ー 流派でこうされているということですね。で、九村選手は50やったかな。だからこう体に合ってる形ですね。うん。だからそういうこう例えば清水先生が50流をやっていて でって言うとまたこう世界のトップになってくるとその辺がどうなってるのかちょっとわからないというところまあまああのそれなりのところにはいってるんでしょうけどもそういうこう流派によってその体のその骨格とかによってこう変わってくるということですねだから、えー ゴージュはちょっと円,円を描くじゃないですけどもこうまっすぐにっていうよりは回転をつけてこう、えー、攻撃する形攻撃というかその動きですね。一人はまっすぐ直線にこう一番スピードが速くこう、えー、その目標地点に到達させるというようなね、えー、形になってるのかなというところでね。うん とということでね、まあまああのー、空手に関してはそういうこうえー、僕はこう YouTube で NHK のね番組でこう全部型を見れたんでこう見させていただいてうんだからかそのこう会場をこう巻き込むようなねこう注目させるこう もちろん注目してるんですけどそみんながぐっと注目をこう引きつけてそこで思いっきりこう表現するっていうねああいう形っていうのはねすごくこう見ていてこう迫力があってこういい感じですよね。うん それでですね、えーまあ、あと僕はやっぱマラソンのね、えー、大迫選手、男子マラソンの大迫選手がこう6位入賞やったんですけども、これはこうすごいんじゃないかなと、このね、えー、暑い中ですね、こう北海道をやったんですけども、えー、かなり暑かったと思うんですね、その暑い中、6位入賞というのはすごいんじゃないかなというふうに僕は思います。というのはもう、えー、トップの選手はこうケニアとかね、 えそういう、こう、まあ、黒人ばっかりの中、ですね、えー、日本人がこう6位に入ったっていうのはこう大健闘じゃないかなと、大健闘というか、すごいことだと僕は思います。うん、で、えーまあ、優勝したね、あの選手はもうちょっとバケモンやなと僕、見てて思いましたね、こうマラソン、あの中、あの好メンバーの中、あの暑さの中、あのダントツで走る。 <laughs> このの凄、えー、さっていう僕もこうランを一応ちょっとはしますんでそのこの暑いのに僕は弱いんかなというところがあってですねなかなかこう、えー、夏になるとこうス,ピスピードなんやかんや体力をこう、えー、ランに関してはこう落ちる形があるんですけどもさすがにああいう,こう世界一というかね世界レベルの、うん、人は全然違うなという。 ほんで野球はねもう,こう確実にこう、えー、優勝してさすがここは優勝してほしいなっていうところであったりまあ他いろいろありましてうん全部言ってたらこう切りないんでこの辺でやめますけどもねで、えー、高校野球が終わった次 パラリンピックでで、すねで。パラリンピックが8月24日からあるんですね。パラリンピックは8月24日から。で、パラリンピックってあまり僕、今まで見る機会がなかったというかね、えー、結構そのテレビの放送もそんなにちゃんとしてなかったように僕は感じるんどうでしょうかね、えー、ちょっと確認してないんでわかんないですけど、パラリンピックはオリンピックほどしっかりとこう、えー、テレビ放送がされてなかったように感じるんです こ、えー、今年は、ね、東京パラリンピックなので、えー、放送が結構しっかりされると思うんですね。でそこで、ね、僕はちょっとこう、えー、パラリンピックこうちょっと注目するというか、ね、こう見てみたいと思う。 競技があってですねそれはですね、えー、車椅子バスケですね、車椅子バスケをちょっとこう、えー、見てみたいなと、えー、こうかなりね、まあ、車椅子の、あのー、ラグビーとかいろいろあるんですかね、えー、そういうのもあるんですけども、ちょっと車椅子バスケっていうのがちょっと興味があってですね。 えーまあ、日本人選手応援したいなというふうにこう思っております。かなりの迫力らしいですね、そのえー、間近で見るとこう、ライブというか、その会場で見ると、なかなかの迫力らしいんですけども、えー、見てみたいなというふうに思います。ちょっと車椅子バスケにちょっと興味を持ったのは、ですね、えー、漫画なんですけども、リアルという漫画があるんですね。リアルという漫画が、えー、あって、ですね僕は蔦屋でちょっと借りていったんですけども、 えーまあ、伝えて借りれるというかこう出てるのが15巻までで15巻全部借りてもうあのちょっとずつですよ借りてこう見ていってでこうあ車いすバスケってこういう、まあ、ほとんど、えー、知識がないとこで見てちょっとこうその車いすバスケっていうのがこう表現されていて、えー、ちょっと興味を持つようになったと。 でその後にですね、えー、ドラマでですね、えー、松坂桃李さんがですね、なんかこう、身体障害者で車いすの役でこう、されたやつがあったんですけども、えー、そこでもちょっとこう、それも、だからリアルを見て、そのドラマも見てっていうことで、ちょっとその車いすバスケ、車いすのこう、そういう競技っていうのをちょっと、 えー、見てみたいなと思ったら、えー、ちょうどあのパラリンピックがあるということで,ほんで車椅子バスケがあるということでちょっと見てみたいなということで、えー、注目しているとでパラリンピックは24日からとで、えー、いつもね、ねまたこれフランスとかになるとパリン パリとかになると、そのう,う時どうなってかわからないですけど、またパラリンピックの放送がね、えー、こう縮小される可能性もちょっとあるんでですね、えー、見れる機会にしっかりこう見ていきたいなというふうにこう思っております。うん、だから、えー、今年はですね、えー、夏は、えー、オリンピックがあって、高校野球甲子園ですね、甲子園があって、えー、パラリンピックがあって、ほんで、9月に入って、ですね次が大相撲ということで、僕にとってはすごくこう、えー 好きなものがこう目白押しというか、高校野球はね、そこまでまあまあ、あの見,見ます、うん、どうしてもテレビつけて見ますけども、うん、自分のね、県滋賀県が負けちゃうと、ちょっとこう、熱下がっちゃいますけども、えー、結構こ、こう面白い、本当はねこう、もっともっとこう純粋に、純粋にというか、何もなくこう、えー、見たかったんですけどね、こう注目してみたかったんです。まあ、コロナがあるとといいうことで、まあ、こういうここうでう、ね、オリンピックの 今年もあるんだなということではあるんですけども、ということでパラリンピックをこう注目して見ていきたいなというふうに考えております。これはなかなか貴重だと思いますよ。こういう、えー、しっかりこういろいろ放送されて見れるっていうのはこう非常にこうありがたいことだなというふうにこう思ったりもこうしております。ということで、えー、パラリンピックは8月24日からということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。